ブネーメナシェの旗ブネーメナシェとは、インド北東部の少数派ユダヤ人。失われた、ユダヤ重子族の一つである、マナセ人の末裔という言い伝えを持つが、チベットビルマ系の山岳資料部族の系統に属し、長らくアニミズムを信仰していた。しかし、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、宣教師の影響でほぼ全員が、キリスト教に改宗。 1953年、部族の長がイスラエル機関の夢を見たのをきっかけに突如としてユダヤ教に改心。一度は部族ぐるみで徒歩によるイスラエル移住を図るも大自然に阻まれて挫折。しかしこれ以降、徐々にユダヤ教徒が増えていき、1972年までには数百人の部族民はユダヤ教の信仰に戻っていた。 イスラエルに移住したブネーメナシェイスラエルのユダヤ人団体はこれを知り、ブネーメナシェをイスラエルに移住させるべく尽力。この結果、1994年から2003年にかけて800人のブネーメナシェはイスラエルのユダヤ人入植地に移民した。彼らの入植地はガザ地区やヨルダン川西岸地区など特に争いの多い地域である。彼らがイスラエル入植を許されたのは パレスチナ問題での領土争いを背景に、ガザ地区やヨルダンガー西岸地区でのユダヤ人口を増やし、これらの地区における、イスラエルの派遣を既成事実化したいという、イスラエル政府の意向が関係していたとも言われる。2004年、セファルディムの主席ラビであるシュロモアマルから、正式にメナシェ族の末裔として、認定を受ける。ただし彼らが、メナシェ族の末裔であるとの人類学的な根拠は、 薄く、アマルの決定は、民族的なものというよりも、むしろ政治的なものであったと言われている。これ以降、ブネーメナシェは、機関法のもとに堂々とイスラエルに移住できるようになったが、彼らは長らくユダヤ教から離れていたため、イスラエル移住には完全な回収を経ることという条件が付けられた。2005年9月、ラビー委員会によって700人のブネーメナシェは、 完全にユダヤ教へ回収。この段階で9000人が回収手続きを待っていた。2005年11月、インド国民であるブネーメ・ナシェをユダヤ教に回収させてイスラエルに移民させることについてインド政府から抗議を受けたため、イスラエル政府はブネーメ・ナシェの回収を中止すると決定。武器輸出の得意先であるインドから布教を買うのを恐れたためと言われている。 イスラエル政府はガザとヨルダン川西岸からのユダヤ移民の引き上げを決定したため2005年以降ウネーメナシェの立場は極めて不安定になっている。ありがとうございます。